平野紫耀の弟が YouTube チャンネルを開設。ファンの関心が高まる中、便乗商法への懸念も、元キングピンス以下、キンプリのメンバーで、個人活動に入った平野紫耀、彼の弟であり、アパレルブランド RKS リキー、リクスリキーの代表でもある平野陸士が、初めてのツーショット写真をインスタグラムで公開しました。 ファンたちを大いに喜ばせたこの写真には、兄弟の絆と成長が感じられます。陸氏は、7月19日に、お互い頑張ろうねん、とのメッセージとともに、滝沢秀明氏が設立したアーティストジムショットをペートベから再始動したばかりの仕様とのツーショット写真を公開しました。これに対して、陸氏のファンと思われるユーザーからは、初のツーショット。 実現して幸せだよ、平野兄弟、最強の2ショット、いつかあるかなと思ってたけど、ついに、といった好意的なコメントが寄せられています。シオは昨年11月に金プリ脱退とジャニーズ事務所退場を発表し、今年5月22日には同事務所を退場しています。そして7月7日、元金プリ神宮寺優太と共に飛べ公式 YouTube の生配信に登場し、 戸部での活動再開を発表したばっかりです。一方で、仕様の2歳年下の弟である陸氏は、2020年に株式会社 RM ブラムを設立し、RKS リキーの EC サイトを開設しました。代表者、挨拶欄には代表の平野陸です。私は小さな頃から目立ちたがりで、何か周りの人とは違うことがしたい。 そういう人間です。昔から服が大好きでいつか自分のブランドを立ち上げたいと強く思っていました、と綴られています。陸氏はこれまで仕様との関係について明確に言及していませんでしたが、仕様が以前にジャニーズ公式携帯サイト、ジョニースウェブのブログ投稿で RKS リキーのロゴ入り T シャツを着用していたことから、 兄弟関係はファンの間で周知の事実となっていました。ク士のアパレル事業には多くの支持があり、今回の兄弟共演の発表はファンを喜ばせましたが、一部の使用ファンからは、便乗商法が加速しそうという懸念も見られます。 この懸念の背景には、陸氏が2021年10月に自身がモデルを務めたヘアリクスタイルフォトブック陸ーシフト生活者を販売した際に物議を醸したことがあります。その際、本書の反則イベントとして本人との記念撮影会などの特典がついた数量限定記念セット税込1万978円。 が販売され、大阪名古屋東京で、サイミーリポストカードを渡し会、抽選、も開催されました。このイベントが告知されると、塩く君の弟と会えるの。と多くの金プリファンが反応した一方で、金プリファン相手に商売して、虚しくないのさすがに勘違いし、ぎといったネガティブな意見も相次いだのです。 それでも、陸氏は精力的にアーティスト活動を続けています。昨年9月には初のファンミーティングを東京渋谷タワーレコードで開催し、今月15日には地震初となる大阪でのワンマンライブをライブハウス、ロクタンで行いました。さらに1日には公式 YouTube チャンネル、平野陸陸チャンネルを開設。 これが、仕様がトベに入社する直前だったことや、7日のトベの配信で仕様が近く YouTube を始めることを予告していたことから、リク君、ジャニーズの監視がなくなった途端に YouTube を始めた弟に便乗する気満々ではといった憶測が広がっているようです。 潮と陸氏は小学生時代、兄弟ダンスユニット、ョ安同期を組んでおり、将来的には二人によるダンスコラボ動画が YouTube チャンネルで公開される可能性も考えられます。平野潮と平野陸氏の兄弟愛と個々の活動に対する期待が高まる中、便乗商法への懸念もファンの間で議論されています。 しかし、両名の熱意と才能を応援するファンたちにとっては、これからの兄弟の活躍に期待と興奮が高まっていることは間違いありません。